はい、こんにちは。シュンヤーズガレージライフ、シュンヤです。あやです。今日はね、塗装のやり方やっていきます。塗装のやり方っつっても、まあ、1から10まで全部教えるにはちょっと動画1本じゃ全然収まりきらないんで、とりあえず一通りの流れを説明するような感じでやっていきます。こういう風にすると綺麗にうまくいくとか、そういう細かいところは今日は省きます。今日使うのは缶スプレー。うちにはコンプレッサーないから、職場ではこれ塗装用のガン使って塗ってるけど、で多分視聴者のみんなも基本的にはこっちを使うと思うんで、まあ見てる人にも分かりやすいだろう。で今日塗るものはこれ、オイル缶。他に何かいいものがなかった。丸くなってるから光の加減で光沢具合とかも見やすいかなと思う。で本当は塗装するものに対して最初足付けしなきゃいけない、ここペーパー当てて、うん、でも今日はそれもしません。別にこれ足付けしようとしまいと剥がれようと関係ないから、うん、だからみんなはもう、こう塗るものに対しては足付けしたと思ってください、うん、弾いたら困るから脱脂はするけど足付けはしません、うん、そしてアクション缶も買っちゃいました。ついに買っちゃいました。でヘッドバンドも買ったから、うん、前回デジカメ固定してなんか無理やりやってたのが多少良くなるかなと。で画像もこっちの方が圧倒的に綺麗な画質のやつ買ったから、まあ前回のよりは良くなるでしょう。おい、これバケツにねお湯入れてあるんだ。手で触れるぐらいだから今50度から50度ぐらいのお湯が入ってるの、この中、うん、でもう今ちょっと寒くなってきたじゃん、外気温が。そうするとスプレーのねガスの圧力が下がってくるんだ。へー。そうすると塗った時にブツブツブツとか綺麗に塗れなくなっちゃうから、圧力足りなくて。だからお湯の中に入れて缶を温めて、不思議な光景だね。いやでも意外と真面目にこれやらないとね綺麗に塗れなかったです。お湯に入れて缶を温めてガスの圧力を上げて塗る。はい、それじゃあまず脱脂します。はい、脱脂はもうみんなわかると思うけど、うん、表面の油分を取らないと塗料が弾いたから、この辺はもうみんなわかるよね。一応サフェーサー入れます。別に何も板金してるわけでもないからサフェーサーも本当は必要ないんだけど、うん、今日使う色がね青の色なんだけど、隠蔽力が低いんだ。隠蔽力っていうのは塗装の色の決まり具合、透けるんだよね。へー、下が見えちゃった。そう色の止まりが悪い。だから、今日は、うん、グレーのサフェーサーを念のため。はい、いくよ。まず1回目、ワンコート。まだ全然下が透けてるぐらい。うん、これはバラ拭きって、1回目様子見とか、弾きとか、そういった不具合を起こさないように。1回目は透明でちょっとこう、パラパラパラ。で、2回目からちゃんと塗る。うん。これで少し乾燥。どのぐらい待つの？表面のツヤが引けたらまた次塗る。うんうん。で、塗る距離。スプレーと塗装するものの距離。まあ20センチ。その時の気温とかによって距離を変える。だいたい言われてるのが2、30センチ。うん、これが人の手のこの幅が20センチ以上あるから、これでこうやって測ってだいたいこのくらい。うん、乾燥遅いな、やばいなって思ったら離す。うんうん、これができない人は最初意識してるんだけど徐々に近くなってそのうちこんなになってる。本当。みんなね。最初この距離でやってる。でもそれを忘れてってやってるうちにどんどん近くなってこの距離になってデローンってなってる。ああ、そういうことね。
まあなんかわかる気がする、うん、はい、っていう風にやってる間に乾いたんで、これいきます、もう一回。はい、塗る時の距離は保ったまま、物に対して抵抗糸で、これをこういう動き、この丸を描くようにして塗っちゃうと、こっちは塗りが浅い、ここは塗りが濃い、また浅いみたいな、それをならないように均等な抵抗糸、これは丸くなってるでしょ、こう、だからこう塗ってって、徐々にこういう風に。じゃあ次もう一回塗るよ。はい、このぐらいサフェーサー終了。艶加減こんな感じ。これで乾燥させます。サフェーサー乾いたから、うん、別に今日は塗りの説明だからいいんだけど、一応まあこうやってサフェーサーを研ぐ、うん、サフェーサーを研いだらまだ脱脂1回目からでき、圧力低いな、ダマになってる、これあまり良くない、圧力が低いでちょっとプツプツプツってなってる、これは圧力が低くてダマになっていて、はい、2回目、セミウェット状態で塗るのが理想。塗った時の塗装の表面が半ツヤになります。ドライで塗りすぎてツヤ消し状態で塗り重ねるのは良くない、うんうん、で逆にウェットでベタベタにツヤツヤに塗っちゃうのも良くない。色の時とかでツヤツヤに塗っちゃうとどうしても中にシンナーが残っちゃって後々ツヤ引きを起こしたりする。だからこの段階ではツヤはあまり出さない、半ツヤ状態で塗り続けるのがベスト。こんな感じ、半ツヤ状態。はい、じゃあ最後の色をいきます。色を塗るときはこのぐらい。とりあえず今5分ぐらい乾燥を取った、うん、で5分乾燥させるとこのぐらい、ツヤは引けてちょっとシワシワって表面してます。指で触ってもつかない、試食乾燥が終わった。この状態でクリアを塗っていきます。やっぱり最初はバラ拭きから、はい、あまり無駄に1分2分なんて乾燥させなくていいからバラ拭きなくなって、はい、1回目このぐらい、こんなもん。これはこの1回目で塗った時のツヤ加減で、乾燥時間とか塗り込む量とかを判断したいから1回目はちょっと少なめで塗ってます。バラの後の1回目は少なめで塗ってる。このぐらい仕上げるときはツヤを出して仕上げなきゃいけない、うん、ツヤを出さずにこんな半ツヤの状態で仕上げちゃうと
磨くのも大変になっちゃう。うん、いくよ。今塗り終わって3分ぐらい経過。まだね、全然乾いてない。表面だけが乾いた感じ。まだちょっとペタペタする。ドライ気味になってる場所はこうやってシワシワシワっと艶が引けた感じ。これで仕上げちゃうのは良くない。これをこの艶加減まで持ってこなきゃいけない。塗りでもうちょっと塗り込んでもよかった。はい、という感じで一通り、塗り方の説明をだーっとやってみました。ただ今日のこの動画を見ても別にすぐこうできるっていうわけじゃないです。結構はしょってます。はい、で細かいところ、やっちゃいけないこととか、あとはこういう風にしたらもっと綺麗に仕上がりますよとか、そういったところはまた別動画で、ちゃんと説明していきますんで、できればそのうちちゃんと缶スプレーじゃなくてスプレーガンで塗りたいけどね。そうだね、うん、そのうち環境が整えばスプレーガンのやり方とかもやっていきます。はい、エアーツールの使い方っていうか、手作業でやるのとエアーツールとどのぐらいの差があるのかとか、そういうのもやっていきたい。うん、うん、はい、と言ってる間に表面だいぶ乾いても触れる程度になってきました。うん、だいたいクリア塗り終わってからここまでで15分ぐらい。そうだね、うん、でちょっと艶が引けたね。気持ち艶が引けました。もう指で触っても平気、ね、全然指紋つかないでしょ。これは塗ってる時に中をちゃんと乾かしてる。これを乾かさないでダーッと塗っちゃうと未だにまだ触れない状態が続いている。本日の作業はこれにて終了。はい、ね、これからどん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 こういう塗装の動画とか板金の動画とか上げていく予定なんで、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。画面の右下、多分この辺に登録っていうボタンがある、ね、それを登録押してもらえればチャンネル登録できるし、もしくはこの下の方の概要欄のところにもチャンネル登録っていうのがあるんで、そっちをクリックしてもらってもチャンネル登録ができます。ぜひよろしくお願いします。はーい、はい、ご視聴ありがとうございました。コメント、評価、チャンネル登録よろしくお願いします。来週もまた見てくださいね。バーイバーイ。